1977年の手塩弥生い駅と周囲約500メートル範囲。右が名寄方面。島式ホーム上だが、駅舎側は貨物線で短式ホーム一面一線。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成手塩弥生い駅は北海道名寄シア座弥生に、かつて存在した。 北海道旅客鉄道新名線の駅である。新名線の廃止に伴い、1995年9月4日に廃駅となった。旧駅名の八茶市内はアイヌ語の八茶うないに由来する。その後、当駅が所在した地名から、弥生いの名称を採用し、すでに、ホロ内線に弥生い駅があったことから、旧国名の弟子を冠した。廃止時点で、 一面一線の島式ホームを有する地上駅であった。ホームは線路の北側に存在した。分岐器を持たない防線駅となっていた。かつては一面二線の島式ホームを有する列車交換可能な交換駅であり、ここを始発、終着とする名寄駅からの区間列車も運転されていた。その他、駅舎側の線から駅舎側に分岐し、 駅舎東側の貨物ホームへの貨物側線を一線、有していた。使われなくなった駅舎側の一線は交換設備運用廃止後は撤去された。貨物側線は1983年4月時点では分岐器が深川方、名寄の方の両方向とも維持されていた形で残存していたが、1993年までに撤去された。 ホーム前後の線路は分岐器の名残で湾曲していた。無人駅となっていたが、有人駅時代の駅舎が改築されて残っていた。駅舎は、校内の北側に位置し、ホーム西側とを結ぶ通路で連絡した。駅舎は無人かご縮小され、待合室部分のみの間口の狭い建物となっていた。時点ではこの形状。名寄市内の山間に位置した。 駅跡駅舎やホームは廃駅後しばらく放置された後、1998年にすべて解体され、駅跡地は整地された。2000年時点では跡地が残るのみで、2010年時点では民家の裏の荒廃した空き地となっていた。2011年時点では、駅付近の線路跡が確認でき、バラストが残存していた。 駅名標のレプリカが、名寄市の名寄市北国博物館に、まろき編成と共に保存されている。2015年、ある夫妻が、弟子親与駅跡地と周辺の土地を、名寄市から購入し、昭和40年代までに建設された島内の駅舎を、イメージした民宿を建築した。2016年3月から、弟子親与駅の屋号で営業しており、昼の時間帯は、 レストランとして営業している。ありがとうございます。